ハナーン。鉄人28匹ギコと、Cです。今回は自分の声を女声にしてみたという2期のスレを2本紹介するよ。男とはいえ美少女には憧れるものだからな。以前の動画で魔法少女に変身したスレミンも紹介しているので、まだ見てない方はぜひこちらもご視聴ください。概要欄にリンクを貼ってあります。それじゃあ早速行ってみよう。1本目のスレは2016年6月27日に立ったスレ。ボイスチェンジ使って自分に告白した音声を聞くの楽しすぎわろた。意外とドキドキする。怖い。キモすぎわろた。こんな感じか？あのさ、こんなことをお前に言うのもなんだけど、俺と付き合ってくれないか？わろた。鳥肌立った。これは流行る。ちなみに返還前はこんな感じ。あのさ、こんなことをお前に言うのもなんだけど、俺と付き合ってくれないか？割と良い声で笑った。もっといろいろウープしてほしい。美少女俺、いや俺、好きだから私と付き合ってくれ。このセリフ実際読んだら突拍子のなさに笑う。いや俺、好きだから私と付き合ってくれ。わ。殺そうかな。キモすぎ、笑いを通り越して笑えない。お前らもやりたかったらやっていいぞ。よろしかったら、私と付き合ってくれませんかね。なんかもじょっぽいんだけど。結構それっぽくていいな。最高。なんだただの神か。平成教育委員会の声じゃねえか。こういうやつか。考え中。よくできました。俺くんの答えって読んで。こんなんでいいんかな？俺くんの答え、てる？美少女俺。俺くん、ね、ずっと好きでした。これはいい感じで雰囲気出てるわ。俺くん、ね、ずっと好きでした。腹抱えて笑った。お前よええやつだな。無駄な演技力よ。落ち。と舐めてもいい。手のリクエストしていいですか？仕方ないな。舐めてもいい。最高。抜いた。なんだろうこの気持ち。録音するとこ想像したらキモすぎて笑った。続いて2本目のスレは2015年3月23日のスレ。自分の声のピッチいじって女声にすんの面白すぎは愚か。自分の声に燃えた。ねえ、お兄ちゃん大丈夫だよ、お兄ちゃん。誰にとって失敗はあるもん。それで自分で音声作るんだ。クソキモい。いいからやってみろ。新感覚だから。お兄ちゃん、ね、ほんと、嫌だってば。は、だってねえし。また。これは燃えるでしょ。やるじゃん。抜けそう。ふう。お前らもやってみろ。何のアプリだよ。これ。キモすぎはロタ。加工してる時に虚しくなりそう。ボイチェン楽しいな。はじめは遊びのつもりだったんだけど、なんか友達とかもみんなやってるし、まあ、を加えるだけならいいかな、みたいな。お前これ女だろ。すげえ自然に聞こえるわ。俺の声可愛すぎるんだけど。本当に？そんなこと言ってくれたら信じちゃうかもしんないけど、いいんだよね。ありがとう。かわいい。ちょっと男の裏声が残ってんな。は？別に興味ねえけど、まだ言っちゃダメだよ。とかそういうセリフやってみろよ。どうせできねえんだろ？一毛ちょっと声高くしろ。まだオカマっぽい。お前らもやってみ。メロダインの使用版の方が楽しいよ。使いやすいしピッチ自由にいじれる。メロダインの体験版落としたけど、これピッチ変更できなくね？できる。アクティベートしてみ。できた。けどいまいち操作わからんから結局早いもん使ってるわ。ありがとう。導入決定っすわ。オチっぽ言わせて。コロスケっぽいのしかできない。あんまりピッチとか音程いじりすぎないで。最初から裏声で録音しとくといいよ。それの違和感消す感じで編集する。
一みたいな演技する方が難しそう。正直だった。ちなみに歌える？歌は音程とかがすげえ難しいんだよね。ぎゅふふふ、いいでござるな。拙者も、拙者も、兄様と、したいでござる。ぎゅふふふ、いいでござるな。拙者も、拙者も、兄様と、ポしたいでござる。いや、楽しいね。女のオタクっぽさがすげえ出るな。めっちゃ自然やね。すげえな、女に聞こえるわ。幼女の声でラメーってやると面白いな。やればいいじゃない。やればいいじゃない。やってみればいいんだよ。でも、私だって、ちょっとは女の子っぽく喋りたいんだもん。同人声優でいそうな声。なんか女が男演じてるって感じが一番近いよな。うわぁ、ドン引きなんですけど。なんかいろいろと恥ずかしい奴らだな。さすがにキモすぎ。聞くとか言ってるやつ自分で録音してやってみ。結構燃えるから。うぷされてる声のピッチを戻して特定するの楽しすぎ笑った。鳥肌立った医者よ。なんて気持ち悪いスレなのだろうか。おめえら月曜の夜から何してんだよ。今回はボイスチェンジで女声になったスレを2本紹介したけどどうだった？クオリティが結構高くて笑った。声もだけど、スレミンたちの演技力が無駄に良くて笑うよな。皆さんの感想も聞きたいのでぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。もし動画が面白いと思っていただけたらぜひチャンネル登録のボタンをポチってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。